ドルグループ、嵐の櫻井翔、38、が4日、ジャーナリストの池上彰さん、69、と共に日本テレビ系特番、教科書で学べない、日本の超難問、の司会を務めた。同番組は4月29日に収録が行われたが、櫻井は2日前の同27日に体温が平熱よりやや高かったため、同局の報道番組、ニュースゼロ、への出演を取りやめた。28日以降は平熱に戻り体調も問題なかったようで、4日は一部の生放送パートにリモート出演した。番組冒頭、池上から体調を聞かれた櫻井は、ご心配おかけいたしました、と頭を下げ、体調はいつもと同じように変化はなかったんですけど、微熱なんで外出を控えさせていただくという判断をいたしました、と説明。4月27日に体温がやや高かったことについては、ただの微熱ではあったんですけど、頭の中に、もしかしたら、という不安があったんですよ。という意味では、疑いがある方も皆さん不安を感じていらっしゃるんだなと痛感しました、と胸中を吐露した。在宅時の過ごし方を聞かれると、家から一歩も出てなかったんですけど、室外機の掃除をして、とても綺麗になりました。あとは、嵐のメンバーとビデオ会議をしたりしました、と明かした。リモート出演の理由は、今日はとても体調万全なんですけれども、念には念を入れさせていただいて、今日は離れた場所からお伝えしたいと思います、と説明した。